ゆきもそうデブ増えてきてると思います。今日はですねシーズン6にアップデート入りまして、みんなが枯渇していたであろうあの素材のドロップ量がなんと3倍に跳ね上がりました。これ多分みんな幸せになるということなんで、本日は最新アップデートやっていきたいと思います。本日も向けていってみましょう。1つ目最新パッチ、2つ目魂3倍で、最後にまとめやっていきましょう。でまず1つ目に最新パッチという形でですね、まず10月11日の深夜であと12日の午前中かなに2回アップデートありました。でいろいろ中身変わってるんで、大事なとこだけですねみんなと共有していきたいなというところで、早速メインテーマの魂3倍やっていきたいと思います。で一応古い方のねあのパッチからやっていきたいと思うんですが、一応主要なところで言うとですね4つあります。でまず一部のプレイヤーがログインできなかった問題を修正どんな問題やねんっていうそもそもゲームできない。でもなんかねあのコメント欄で何人かいたんだよね、なんかそもそもログインしようとするとクラッシュしたり、なんかアプリが落ちたり、アプリっていうかそのゲーム自体がねアプリケーションが落ちたりして全然なんかディアブロできねえことがあるんだけどみたいなのがあって、結構ねあの象の器の象が結構溜まっちゃうみたいな感じになってるので、プレイヤーのここら辺はなのでまあ修正されてよかったねというか、これやばいやろこのバグはさすがにっていうところでしたね。で一応とりあえずログインがちゃんとみんなできるようになったのかなといった形です。であとはねネクロマンサープレイ中にっていう限定なんだけど、アルドキンの変身ができない問題、なんかあの変身しない問題みたいなものが修正されてっていうか、これアルドキンってなんだっけ、まあ、そこら辺を修正しましたという形になります。で次ですね、次が、低体力のレルムウォーカーですね。まあ、レルムウォーカーはシーズンのあれですねボスになるんですけど、まあ、そのレルムウォーカーが HP 低い状態で、まあ、なんかよろめかせる、まあ、あれかな、部下をあの倒したりするやつの話かな、まあ、そうするとなんか倒せなくなっちゃうみたいな変なフラグが立ってバグって倒せなくなるっていうところの問題を修正という感じですね。で今回の一番、パッチの中で、この最初のパッチの中で2つあるんですよね。最初の中で一番大事だと思ったのがバーシャンですね。バーシャンのバリアの値、まあ、障壁の値が意図したよりも強すぎて倒せなかった問題を修正って形で、これ実際にバーシャンにトーメントの2か3でいってなんていうの、そのランクというかティアで余裕で過ごしてたのにめちゃくちゃ硬くて、だけど障壁最後まで削り切ったらめっちゃ弱かったっていうのがあって、その障壁が尋常じゃないぐらい硬くなってたらしいです。てかなんか今シーズンさ障壁の計算が変わっててさ、だいぶバグってる気が、まあ、バグってるのか正確なのか分かんないんだけど、例えば今も俺さちょっとうざいから消しちゃったんだけど、ナイトメアダンジョンの障壁のプラスのモンスター側の補正特性がついてるやつとかめっちゃ敵硬いじゃん障壁が。なのでもしかしたら俺はその一環でバーシャンも硬くなったのかなと思ったんだけど、これは障壁が硬すぎるっていうのはバグの可能性もあるのかなってちょっと思っちゃったっていうのも、確かにそのアップデート前バーシャンのシールドめちゃくちゃ障壁硬くて、なんか本当にちょっとずつ削れていってようやく全部削ったら一気に体力グッて減って、もうなんか障壁が壊れた後のバーシャンはめちゃくちゃ余裕で倒せたんだけど、そこら辺で障壁自体がマジで数値的にバグってる可能性があるので、まあ、ここら辺でもしかしたら、まあ、なんかそのナイトメアダンジョンのさ障壁特性のやつやってほしいんだけど、どういう感じか知りたい方は、めちゃくちゃ硬くてなんかおかしいだろっていう耐久のやつが結構いるから、その障壁付きのやつは。なのでちょっとねこれ障壁バーシャンは修正したけど、もしかしたら他の部分もプレイヤー含め敵含め障壁っていうもの自体がちょっと壊れた数値を出している可能性はあるかなって思ってる。本当にさっきも言った通りナイトメアダンジョンでその敵の特性で障壁付きはもう優先的に壊すようにしてる。もうストームベインとかより全然障壁の方がうざいって感じになってるから、ストームベインとか威力弱くなってるから、なので、まあ、そんな感じで俺は思ってるかなっていうところでそれぐらい障壁が気狂った硬さになってて、でこれ逆を言うと自分らもめちゃくちゃ守備力硬くなるんで、例えばソウルブランドとかで、あとはこのなんだっけヒアシンスの広角とか、ここら辺の
やつがめちゃくちゃ強い、あの障壁を張るという行為がめちゃくちゃ強くなってるので、まあ、ちょっとこれが本当にどこまでのラインか分かんないんだよね。もちろんプレイヤーの方の障壁はそこまでそのナイトメアダンジョンみたいに壊れたガッチガチの硬さじゃないんだけど、強いけど、まあ、割られるときは割られるって感じだから、まあ、そこを考えるとどこか障壁が硬すぎるというバグのラインなのか、これバーシャンがバグだったことによってわけわかんなくなってる今俺の頭の中でなのでぜひみんなね、なんかいろいろ意見ください。でちなみになんだけど、アップデート後バーシャン行きました、再起動してアップデートして、あんまなんかねちょっと変わんなかった。変わった点が、まあ、あるとすれば、そのバグの頃のバーシャンは一応シールド状態でも殴ったらシールドがミリだけどちょっとずつちょびっとずつ減ってったのよ。だけど今回アップデート後全くその障壁が1ミリも減らなくなって、その代わりなんか時間かなんかであれするのか、敵2人が出てきた時の敵を倒したら解除されるのか分かんないけど、何かしらのギミックになってるのは確かです現状で。ちょっと最初の実装時とかマリグナントだからシーズン1だからあんま覚えてないんだけど正直なので、まあいつもさパワーでさもう倒してたから、そこまでギミックシーズン1のね頃のやつとかを、まあ、覚えてないのであれなんですが、まあなんか障壁の挙動が未だにちょっと怪しい。その部下2体倒してもまだ全然障壁張ってるとかもあるし、なんか部下1体残ってるのに障壁がなんか切れたりもするし、時間なのか何なのかで、一応殴り自体は通るから、その障壁の状態でずっとスタンになってるとかあるから、めちゃくちゃバーシャンがもうめんどくさいくなってるから、ここら辺はちょっと要検証がもっと必要かなって感じなんですが、まあ一応違いとしては今までは障壁がちょっとずつ削れたんだけど、今は完全に削れなくてギミックとかしてるっていうところですね。なのでここら辺が変わってて、まあ、倒しづらさでいうとそんな変わってない気がする。まあその以前は倒せなかった場合の問題を修正みたいなこと書いてあるんで、まあ本当にミリだから削れるけど火力が圧倒的に本当スピリットボーンの壊れビルドぐらいないといけないみたいな話だったので、まあ、ちょっとそこら辺のねなんか謎な環境、障壁ってどのラインが今シーズンやろうとしてた適正のラインなんっていうのがバーシャンのアップデートで意味わかんなくなってます。ちょっと俺は混乱してるなのでよくわかんないです。まあ、ただ一応そのバーシャンは普通に倒せたっちゃ倒せたんで、まあ、とりあえずそのなんかね床の赤くなるピンクになるやつかな、あれをねあんまり食らわないとかで、できるだけ障壁切れたタイミングで攻撃のスキル重ねるとかぐらいしかないからまあなんかちょっとね難しい形にはなってます。でまず1個目のアップデートがこんな感じで、もちろん安定性の改善とかも入ってるんだけど、その中で、まあ、ざっくりしすぎてるからねちょっとさすがにっていう感じで、で次がですね一番今回最も大事なポイントなんですけど、みんなさなんかいろんなタイミングである素材がさ枯渇しない、忘れられした魂、これなんとドロップ率3倍になりました。これめちゃくちゃいいです。で具体的に言うと、トーメント1だともともと何かしらのドロップのタイミングで1個しか出なかったものが3個に、トーメント2は 1,2 個しか通常出なかったドロップが5個に、でトーメント3は2個固定だったものが7個に、でトーメント4は3から10に増えた。なのでトーメント4とかに関しては3倍以上増えてるって感じなんですよ。なので非常にですねでかい形にはなるかなっていうふうに思います。という感じなので、この忘れられした魂マジでもう今もさ俺7個しかないじゃんなのでそんな感じで不足してたので結構良くなるんじゃないかなと。であとはトーメントティアーのボス系とささやきの報酬の宝箱からこの忘れられした魂は確定ドロップするようになりました。今までは出るか出ないかのランダムだったんだけど、確定で必ず出るようになったので、何かしらのナイトメアダンジョンとかあとは奈落とかクラスト地下都市とか行けば確定で手に入るというような形ですね。であとはですねそれに伴ってクラスト地下都市のボスには素材ドロップのテーブルを追加とかも入ってるし、で暗黒要塞にも素材ドロップテーブルを追加みたいな感じになってるので、基本的にはまあトーメントのダンジョンっていうのを攻略することによってこの魂忘れられた魂を、まあ、コンスタントにゲットできるような
形にしましたという風な感じですね。なのでこの忘れらし魂っていうね、本当にいろんなところで名工品先生から何からもういろんなところで使うんですよ。本当に通常装備に必要ないんだけど、それ装備に必要になってくるから、そこら辺でまあ大変なんですよっていう感じで、ようやくいい感じのねドロップ率になって更新されたという風な感じになってます。で実際問題これね、どのくらい落ちるのってなるんだけど、ロブっていう海外のガチ勢が20分ぐらいやって300個ぐらいゲットしたらしいです。なので結構手に入ります。で実際に入手ルートはロブが話してるのはどこら辺かっていうと、まず知能乙女が一番いいですねっていうのは話してて、20個獲得できるらしい。ほぼほぼ毎回20個獲得してる。でさらにささやきの宝箱では60個マックスでゲット可能で、ちょっとこれは揺らぎがあるから最大60個ぐらいは確認してるっていう形で、もう一個注意点があって、ささやきの宝箱を選ぶじゃん、種類で。ゴールドの入った宝箱には素材が一切入ってないんで、今回もゴールドの宝箱には魂入ってないんで気をつけてくださいって、ゴールド以外を選んでねって感じになってますっていうところで、あとはダンジョンボスですね、奈落行ったりとかクラソチカトシ行ったりとか、そんな感じかなっていうところで、通常チェスト、そこら辺にさ、ダンジョンの中とか街とかであるそこら辺のチェストにも入ってるんで、まあ、大体10個ぐらいの獲得が期待できるっていうような感じなので、まあ、多分さすがにノーマルの宝箱は入ってない時もあると思うんだけど、そういう風な、まあ、プラスアルファもあるので、その入手ルートがたくさんね、あって、そこの母数を増やしたみたいな感じですね。であとは普通にね、トーメントのウーバー系のボスですね、デュリエルとかアンダリエルとかグリゴワールとか、そういったところのボス討伐、まあ今回ティアがトーメントだったら、まあトーメント内ではボス系の敵から全部出るっていうのが確定なので、まあここら辺も合わせてっていう、そんな感じにはなってますね。なのでかなり今回ですね、この忘れられし魂に関してはめちゃくちゃファインプレーになってるんじゃないかなというふうには思います。俺はめちゃくちゃ助かる、本当に。今新しいさ、ケペレキゲットしてさ、グレーターフィックスついてる、それのね、新しいのを強化して今と見比べたいとかいろいろあるんだけど、それがちょっとね素材不足で簡単に手出せないから、そのビルド変更にもさ素材結構必要だから、例えばこの忘れられし魂とかもそれの装備だった場合、化身をつけるときに必要だったりするわけなんですよ。なのでまあ今ちょっと顔が邪魔なんで映すんだけど、こう左下今さ、それのネックレスなんだけど素材にさ入ってるじゃん、しっかりっていうところなので、まあ、ここら辺がね、まあ、なかなか難しいところでもあるかなっていう感じなんで、まあ、できるだけ楽しく遊べるような確率にしてくれたっていう感じで、これはでかいと思います。これは俺は結構期待しているという感じでですね、最新パッチ の, アップデート2回あったやつですね、10月11日の深夜とあとは12日の午前中、この2回に来たアップデートの内容についてですね、今日は話をしてまいりましたので、最後にこれ踏まえてまとめをやっていきたいと思います。でまとめとしては、まあ、やっぱ大きく2つかな。バーシャンの障壁問題で、これによって障壁がどこまでのラインが正しいのか、ナイトメアダンジョンの障壁特性を捨てるぐらいのレベルで障壁が強くなってるから、ちょっとなんか判断しづらい。でもう一個がですね、今回の忘れられし魂っていうのがですね出てきますので、まあ、そこが、まあ、ドロップ率どのくらいまで、まあ、やっぱ数字で言われても正直わからんから、プレイしてみた結果、あ、いつもにかめっちゃ溜まってんじゃんっていう状況だと非常に助かるので、そういった形で道のりの中で素材はある程度集まってくれてれば非常に助かるな、嬉しいなという形にはなってますね。でちなみにですね、今回の忘れられし魂のおすすめの狩り場に関しては、まあ、まず知能乙女で、ささやきの宝箱で、各種トーメントのダンジョンボスで、通常チェストもお忘れなくで、最後にデュリエルとかのウーバーボス系ですねっていう5つの入手ルートがあるので、そこら辺をね今自分のタイミングに合ったもの、例えばミシックを拾いに行きたいっていう感じだったらボス討伐に行けばいいし、まあ、そういうのいろいろあると思うから、まあ、そんな中でやっていただくといいんじゃないかなとは思います。っていうところなんでね、今日はねアップデートがあって、その内容がだいぶ良かったので、あとはバーシャンの障壁とかね、障壁関連に関してはシーズン6のマジでどれが正解の値なのか、どこのポジション取りがなんかその設定のね、こういう設定をしたいというポジショニングはどこが正しいのかよく分かんないっていうのが1点と、まあ忘れられし魂はすごく良かったねっていう感じです。
なのでぜひ皆さんのご意見感想もお待ちしておりますので、シーズン6ね、楽しんでね、めちゃくちゃね、俺は楽しんでるんで、まあ、よりね、今回の忘れられ魂とかは、まあ、それを後押ししてくれるかなというふうに思いますので、結構ね、期待してるかなっていうところですね。実際に長時間プレイしてみてどんくらい溜まるかっていうのをね、計算してみたいなっていうふうに思ってるので、という感じでね、ぜひみんなもね、忘れられ魂に、ね、集めに行ってみてはいかがなって感じで、今日はこんなにしておきたいと思います。で、ケイタルゲームではこんな感じでね、ディアブロ4の動画ですね、リリース前のサーバースラムからいろいろ作ったりしてますので、ぜひ皆さん今後も作っていくんで、生放送もやってるんでね、チャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。